力っていうのはどうしても年齢とともに勝手に落ちていくわけですよ。意識で控えていると老化が加速している状態になりますね。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も YouTube のコメントにいただいたご質問にお答えします。それでは記事お願いします。はい、では読み上げます。素朴な疑問なのですが、幸男先生はいつもお腹がいっぱいになるまで食べますか？はい、というコメントです。はい、コメントありがとうございます。素朴な疑問、いいと思います。お腹いっぱい毎回食べてますね、私。あれ、腹8分目じゃないですか？いいえ。あ、ああ食ったみたいな、ああお腹いっぱい幸せっていうのがほぼ毎食ですね。でもなんかさ、お昼食べに行って定食屋で大盛りで食べると結構お腹いっぱいじゃない？まあそうですね、うん、まあ、その分時間をかけてますね。そうですね、食べるのはゆっくり食べる。一気に食べるとすごいもたれるのね。たまに本当にどうしても時間がなくて早食いしなきゃっていう時は、あー辛い、ちょっと拷問みたいな感じになるから、さっきもランチ唐揚げ定食を食べました。先ほど唐揚げ大きなの4つも来まして、ご飯大盛り、そこサラダバーついてたんでサラダバーも山盛り、あーお腹いっぱいって言ってお店出てきましたよ。ここはね、だからみんなお腹いっぱい食べた方がいいよというわけではなく、胃腸力があるかどうかっていうところにも関わってくると思います。私はどうなんですかっていうご質問をいただいたので、それでお答えすると、はい、私はほぼいつもお腹いっぱい。でもこのお腹いっぱいの感覚がですね、私の中では苦しいは食べ過ぎで満足がちょうどいい感じ。腹八分がいいよって言われるけど、腹八分にするとお腹空いちゃうじゃない。特にランチは腹八分なんかにしたら夜まで持たないもん。間でなんか食べちゃうのであれば、しっかりお昼を食べて夜までおやつなんかがなくても大丈夫っていう状態が私が日頃やってるところですね。たまにご飯を大盛りにするにはちょっと時間が足りないなということで、普通盛りでお昼を済ませることってありますけど、そうするとやっぱり結構早めの時間にお腹が空いちゃって、はあ、お腹空いた、なんか食べようかなみたいになるので、やっぱり大盛りにしとけばよかったなって思うんですよね。特にお昼に関して言えば。で、まあ、その後夜の食事を何時頃に食べるのかというその人のライフスタイルによるんですよ。私は大体やっぱりお昼食べてから夜って比較的間が空くことが多いので、お昼は特にしっかり食べますね。じゃあ朝はどうなのって言うと、朝からお昼が短いなっていう時は腹8分目にします。朝がちょっと遅くなっちゃって、で昼がちょうどお昼ぐらいに食べるとか、例えばランチの会食が11時半からですとかってちょっと早めの場合には朝の食べる量をセーブします。これがでも朝ごはんが今日は早く出なきゃいけないっていう日で、5時とか6時とか超早に朝ごはんを食べる日は、お昼が12時でも結構時間が空くのでしっかり食べる。そうしないと全然持たないもん。朝ごはん5時とか6時に食べるとさ、もう10時ぐらいにお腹空いちゃったりとかするので、なのでそういう時はしっかり食べて昼まで持つようにする。でも私夜が遅くなりがちだから、お昼を遅めに食べる意識をしてるんですよね。1時とかちょっと遅めで2時とか、そうするとやっぱ朝しっかり食べないとお昼まで持たないので、朝をしっかり食べて昼をちょっと遅めにする。昼から夜も夜まで持つようにしっかり食べる。夜ご飯はどのぐらいの時間帯に食べるかがポイントで、私昨日も夜のセミナーが終わって夜ご飯食べたのが11時過ぎに夜ご飯を食べたわけですね。その時間帯だとお腹いっぱいは食べないです、ね、お風呂入ってすぐ寝るみたいな感じになるので、そういう時はちょっと軽めに食べるというふうにしますね。でも6時とか7時とかから会食で食べるっていう時なんかはもう寝るまでまだ時間がだいたいあって、食べ終わりが8時とか9時とかだったりするので、そういう時は全然大丈夫。
まあ、大体私はその後さらにお酒を飲むことが多いんですけれども、飲みに行ってたりするとねっていう風なので、最初はちょっと雑に入っていつもお腹いっぱいって答えたんですけど、正確に言いますと時間帯や次の食事がどうなのかでかなり調整をしていますというのが正しいかな。例えばお昼がね、いろんな仕事がこう続いてランチの時間に食べられず、昼ご飯が3時とか4時になる日があるんですよ。昼ご飯が3時4時になった時はさすがに夜までの時間がそんなに長くないので、そういう時は8分目ぐらいにする、おかわりしない必ずおかわりするけどというふうに、お腹いっぱい食べるかどうかっていうふうじゃなくて調整なんですよね。大事なポイントとしてはね、1回で考えないっていうことなんです。控える意識はいらなくて、しっかり食べてしっかり使える状態を作ることが毎日元気で楽しく過ごすための大事なポイントだと私は思いますね。いやでもダイエットしたいんですっていう場合は、私がおすすめするのは腹持ちをちゃんと保ち、エネルギー代謝を高くするためにご飯はしっかり食べつつ、おかずを食べ過ぎないようにするとか、おかずのちょっとこう脂っぽい料理をちょっと控えるとかっていう形で、ね、お腹空いて常に我慢みたいな状態を作らないっていうのがおすすめですね。まあ、ちょっとなんかイベントがあって細身のドレスを着なきゃいけないとかいう時にもうちょっと絞ろうかなっていう時は、その前しばらくいつもおかわりするご飯を普通盛りで過ごすとか、ちょっとそうやって抑える時はありますけど、まあ、そういうのもだいたい 1,2 週間前だけど、ちょっとご飯量控えるだけでシュッてなりますからね。それは普段しっかり食べてるからです。普段大盛りとかおかわりしてるのを普通盛りにするだけ、それだけで結構シュッとなりますね。まあ、特におかずもその時は気をつけるけど、ベースをどこに置くかですよね。普段がしっかり食べてると減らしたい時に簡単に落とせる。でも普段から食べる量が少ないと、控えて控えてってやってるとさらにそこから減らすとかなり足りない状態になるから、代謝落ちちゃうし体調や体力も衰えてしまうというところがありますね。私が目指してるのは毎日元気でパフォーマンス高く楽しいっていう毎日、それともう一個大事なのは長く元気で居続けるため、老化しにくい状態というのを目指しているので、そこをね目指したいという方には食べる量っていうのは控えないことがおすすめですね。食べる力っていうのはどうしても年齢とともに勝手に落ちていくわけですよ、老化という現象で。なので意識で控えていると老化が加速している状態になりますね。どこまで行っても今の自分の食べられる力をちゃんとこう維持するためにしっかり食べるっていう方が私はおすすめだと思います。短期的に今痩せたいっていうために減らすっていう発想が世の中のダイエット法ですけど、私はかなりロングスパンで考えている。食べるのを減らせば痩せるかもしれないけど、リバウンドしやすいし老化は進むし、いろんな機能が衰えるっていうリスクがあるので、食べる量をできるだけ減らさない中で調整をしていく方法っていうのが、まあ、お米生活として提案をしている方法になります。ということで、世の中のいろんな食事法とかダイエット法はすごく短期で見てるんですよ。その時痩せること、体重を減らすことが、まあ、成功となりがちですけど、大体皆さんいろんなダイエット繰り返してきて、その成功長続きしてないでしょ。長続きしない成功はまやかしだと私は思うんですよ。長く元気で太らないでキープできる食事、一時的な成功に騙されないでというのが私のご提案になります。お米生活で体質改善をして元気で生き生きとした人生を手に入れたいという方は、ぜひ公式 LINE の方にも登録してみてください。お米生活ってすごくシンプルでお金もかからない食事法になります。そんな食事でみんなで元気に楽しく生きていきましょう。公式 LINE は概要欄のリンクから登録ができます。この動画が参考になったという方はいいねボタンを押していただけると励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また見てください。例えばゆきおさん、ご自宅にテレビがないんでしたっけ？ないです。
正確に言うとテレビはあるけど繋がっていないです。繋がっていない、端っこに置いてあります。置物になって、そう、カバーがかけてあるっていう状態です。YouTube はご覧になると YouTube はやっぱり、まあ、あの YouTuber 的活動をしていることもありまして、一応あの YouTube は見ますね。お気に入りのチャンネルとか、もしくはなんかこんなジャンルが好きだとか。そうですね、あんまりなんかこの人っていう動画を見ないんですよ。仕事終わった後とか、あーなんか息抜きしたいなっていう時は猫犬とか、はい、よく見てる。ないなってなかなかこう出張なんかが多くて飼えないもんで、動画で癒されるっていうのはあるんですけども、あとは見るものというとビジネス系かドキュメンタリー的な。ドキュメンタリー、はい、なんかいろんな現場の実態を追うみたいなとか、いろんな社会問題のドキュメンタリー、例えば環境問題だとかゴミの問題だとか、なんか食の裏側とか、あと結構海外の生活のリアルみたいな、そういうのをよく見てますね。昔の人のなんか生活とか、歴史は苦手であんまり得意ではないんですけども、そういう生活とか日本に関するような情報とかも大好きです。面白くないね。いや、なるほど、なるほど。ビジネス系だとなんかどんな、税金のなんちゃらとか税金のなんとかいろいろ改正があるじゃない、苦手だから。最近はそうですね。え、これって何なの、どうなのって、ので調べたりですとか。普通みんな何見てんですかね。確かに、なんかおすすめのじゃあ YouTube チャンネルとかコメント欄に、なんかもうちょっとあの色気のあるやつとか何だ色気って分かんないけど視聴者さんどんなものを見てるか、え、なんかこういうの見たらっておすすめがあったら教えてください、うん、そうですね、ぜひお願いします。はい、なんか淡々と仕事モードで YouTube 見てるかも、いつも。視聴者さんのお力をお借りできればと思います。はい。